萌ちゃん始まりました。前回に引き続きインドネシアビンタン島を旅している私たち親子3人、これからビンタン島の海岸から朝日が昇ろうとしているところです。おはようございます。今朝の6時半ぐらいなんですが、日の出がちょうど終わってというかですね、日が上がりきったので海にやってきました。気持ちいい？イエーイ、足入ったすごい入ってる。日の出海水浴誰もいない朝から元気ですな。朝の海水浴が終わり、朝ごはんを食べた後、子供たちはこんなチャレンジをしました。頑張れ。空中ブランコに初めてチャレンジした息子。こんなに勇敢な息子の姿を見たのは初めてです。すごい上手だったね。お散歩中、道端にはこんな人がお昼寝していました。ハロー、こんにちは。ドラゴンくんですか？ごめんね、お昼寝のところを邪魔をして。どこ行くの？わしわし歩いてるね。野生のコモドドラゴン、シンガポールにもよくいるらしいのですが、本物を実際に見たのは初めてでした。子供たちがミニクラブで遊んでいる間、大人たちがやってきたのはこちらです。リアビンタンという世界のトップ100のゴルフコースにも選ばれているゴルフ場です。私がゴルフをやるのは実に十数年ぶりです。うまくできるんでしょうか。萌えちゃんの運転です。楽しい、気持ちいい。今日天気良くて本当良かった。ここからお届けする映像はほとんどゴルフの映像になるのですが、私がうまく打てた映像をつなぎ合わせているため、決して私は、すごくね、ゴルフがうまいというわけではありません。ただうまくいっている映像や絶景が映っているのを重ねているだけなので、勘違いしないでください。私はゴルフは下手くそです。今回のコースは144のスコアで回りました。よく数えたねと言われるレベルの、しょぼしょぼゴルフスコアなんですけれども、とにかくこのね、海が隣にあるというゴルフコース、みんなのゴルフのゲームでしか見たことがないような、そんな大絶景コースをこうやって回っているわけです。私たちは3人チームだったんですが、なんと2人もキャディーさんがついてくれて、もう本当に至れり尽くせりというですね、もうしょぼしょぼゴルフプレイヤーにはもったいないぐらいのコースでした。あれが見える。これが私だ。すごいコース。めっちゃ綺麗海。
ね、海がもう映えスポットところがしかしこれ、え、どういうこと？海を越えていかなければならないので、あったまさかの池ポチャならぬ海ポチャ。萌えさんは無事に海を越えられるのでしょうか。あお、なんとか海ポチャは免れたものの、ボールはまっすぐ木の方へと飛んでいったのでした。夜になりました。この日は特別に外のプールサイドでビュッフェスタイルでのディナーとなりました。おー、すごい美味しそう。全部選べるよ。ディナー中はこちらのプールサイドでショーが行われるんだとか。一体どんなショーなんでしょう。美味しい匂いを嗅ぎつけてか、この木の上にムササビがやってきました。滑空姿を捉えることはできなかったのですが、飛んでいく姿はめちゃくちゃかっこよかったです。飛んで飛んで。満月の下、ショーが始まりましたよ。赤坂康彦さん風のナレーションがかかります。ショーの終わりにはなんと花火が。私と夫がインドネシアのバリ島で挙げた結婚式でもこのような花火を挙げたことをぼんやりと思い出していました。花火を挙げたい私と、予算の関係で挙げたくない夫、結婚式準備で喧嘩をしたのも今ではいい思い出です。はい、最終日の朝です。もうすぐチェックアウトの時間です。いやー、3泊4日のビンタン島、もうめちゃくちゃ楽しかったです。なんかこうやっぱり親子で、母と子だけで初めて海外旅行に来てみたんですけども、すごく私自身も経験値が上がったなっていう気もするし、すごく親子にとってもなんかいい思い出になったなという感じで、すごくね、充実してましたね。はい。また機会を見つけてですね、パパが日本を行ったり来たりってこれからもっと増えていくかなと思うので、そういう時にですね、親子でもっといろんなところ行ってみたいななんていうふうにも思いました。はい、ということで今日も気をつけてフェリーで帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。たくさんの思い出が詰まったビンタン島、今度はパパと一緒に来たいなと思いました。ちなみに子供たちの一番の思い出は船の上で食べたカップラーメンでした。カップラーメンは船の上の売店で絶賛発売中。カップラーメンしか勝たん。次回の萌ちゃんは、日本初のモスバーガー、久しぶりに食べてみようの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。